カニエアツコは、名古屋を拠点に活動する、フリーアナウンサーパーソナリティ。元東海ラジオ放送アナウンサー。テレビラジオ特に放送局の記載がないものは、東海ラジオで放送。などまた、番組ではないが、東海ラジオ内で放送される、岐阜県関連コーナーで使用される同県の観光キャッチコピー、いい旅二よ岐阜の旅の声を担当していたことがあった。 東海ラジオアナウンサー在職時から数多くの CM に出演している。また、カニ、タクで共演しているタクマとのスポット CM も多く流れている。など2018年3月26日より、名古屋市営地下鉄の市役所駅、神宮西駅、天馬町駅、東山公園駅、星ヶ丘駅で放送される、名古屋言葉による駅構内放送の話し手を担当している。 タクマと共に、スポット CM を担当する、堀田昭治の買い取り価格を案内するコーナーで、お姉さんと呼ばれる。ハットカにたくさぶチャンネルアーカイブ二千九年一月二十一日、ベイバックマシンの情報によると、他にもいくつかカニエが歌った曲があるという。例外として、宮地有希生の聞いてみやちが、打ち切りとなり、そのつなぎ、番組として放送された、ぶっつけワイド復刻版では、 火曜を除く、約2週間にわたって、松原啓生と共にパーソナリティを務めた。蟹江厚子さん読み聞かせトークライブ本と、遊ぼう子供ワールド名古屋のブログ2016年8月8日、日本のテレビ局では、他社、他系列のアナウンサーやキャスターを自社番組へ、出演させることが原則タブーとなっている。だが、蟹江の番組出演以降は、中村ひとみ、羽鳥新一、 大江真理子、マスタイジなどの現役局アナが NHK の番組へ出演している。実際には誰にも、この旅行のことを告げず、お忍びでの旅行の予定だったが、この出演で旅行のことがバレてしまった名古屋言葉による、駅構内放送名古屋市交通局2018年3月26日。ありがとうございます。